宮間博士は、高知県南国市出身の演歌歌手。本名、常石正明。ニックネームはん玉さん。人に安心感と活力を与えるという意味で、ビタミンボイスを洗練文句にしている。小学生の時に両親が離婚。中学1年生で、新聞配達を始め、高校卒業後は、地元のガソリンスタンドに就職。 祖母の勧めで一緒に詩吟教室に通い詩吟の師匠になる道も進められたが演歌が歌いたかったため本格的に演歌のレッスンを始めた2004年1月に地元の高知県で開催された NHK の土地マンに出場氷川清の白雲の城を歌いその大会のチャンピオンになった 3月には2003年度 NHK のドジマングランドチャンピオン大会にも出場。歌手を志し、25歳で上京。演歌歌手の松前博子の店、ライブレストラン青山でウェイターとして働きながら、まさきの夫で作曲家の中村のりまさの下で3年間修行する。出身の高知県が三方を山に囲まれていること。 師匠の中村のりまさの別名、山口博史から名前を取って、芸名を宮間博史とした。2007年7月、日本クラウン創立45周年、記念新人オーディションで、準グランプリを受賞する。2009年に、人恋酒場でデビュー。2010年9月に、デビュー曲、人恋酒場が10万枚を突破し、ゴールドディスクに認定された。 2011年12月30日、第53回日本レコード大賞、日本作曲家協会奨励賞を受賞した。2012年発売の5枚目のシングル、男の嘘で、オリコン演歌チャート1位を初獲得した。2013年5月、高知市から、よさこい親善大使に認定された。高知のよさこい祭りを全国に PR する役で、 認定は2003年の宮古晴美、2004年のソニンに、次ぐ3人目。2013年頃から、コンサートの余興として、剣玉をはじめ、日本剣玉協会会員となり、全国に600人しかいない2段を取得し、2015年には3段を取得。ステージで歌いながら、剣玉を披露することもあり、剣玉演歌歌手として注目されている。 2015年第66回 NHK 紅白歌合戦初出場。歌唱後、2012年に師匠の次女と結婚し、二人の子供がいることを公表した。2016年、剣玉の教則本を出版し、日本剣玉協会から剣玉大使に任命された。2017年2月に宮間つながりで、 福岡県宮間市のふるさと観光大使に就任した。同年6月に芸能界では単独最上段位となる剣玉4段を取得。同年の第68回 NHK 紅白歌合戦では宮間が男の流儀を歌唱している間にステージ上に並んだ123人と宮間の 計124人が連続で剣玉を成功させる、ギネス世界記録に挑戦する試行だったが、14人目のメンバーが失敗したため記録達成はできなかった。2018年の第69回 NHK 紅白歌合戦では、宮山がイゴスソ魂を歌唱しながら、前回と同様、再び124人で剣玉に挑戦。宮山を含む全員が成功し、 ギネス認定となった。2020年10月、高知県のご当地ソング、セラレンをカバー、高知県立県民文化ホールで開いたコンサートで、初披露した。2018年、2020年、2021年は、ギネス世界記録達成。2017年、2019年はギネス世界、記録更新ならず。ありがとうございます。